ネクストチャレンジ。具志堅用高ネクストチャレンジ。最後でしたね、今年ね。はい。はい。ヨーカの世界戦で。はい。今、うん、たった今試合が終わりました。終わったばっかりですね。はい。お疲れ様でした。いや、こちらこそ。もう率直に感想をまず聞きたいんですが。うん、大崎一定戦で、ドロー、お互い防衛っていうのはあまり聞いたことないけど、そういうのあるかな。そうですね。ちょっと今、速報で上げてるので、うん、ドロー決着。選びきれてないんですが。だけど、やっぱり、確か難しい採点だったと思うんだけど、テレビで見た、まあ一般の人はフランクにつけるんじゃないかな。なるほど。まあ確かに、うん、見た目は井岡負けていますね。はい、フランコの方が手数も出てたし押している。まあクリーンヒットはね、井岡もあったかもしれんけど、こう12ラウンド戦った全体のあのファイトですよね。それは井岡の勝ちはないかなと思います。実際具志堅さんもこの採点の方で取っていただいたやつでいうと、はい、採点では何対何ぐらいになってますか。いや、もう俺らがもう110、井岡はもう112しか取ってないけど、はい、相手は114から115になってるけど、最終的には、うん、はい、まあそうですね、1人の判定、あの115でしょ、はい、と具志堅さんのは一緒だ。一緒です。はい。5、6、7、8の4ラウンドに取られてるんですよ。はい。そうですね、あの1から4までの最初の4ラウンドまでは互角に戦ってるんだけど、中盤で取られてるから、で残りのやっぱり4ラウンドも取ったラウンドは本当に一つぐらいかなって感じはしますた。するんだけど、まあドローで、まあ次のまた。日本人同士と仲たれができるかちょっとわからないけど、まあ大関決定戦でまあドローね、うん、まあお互いベルト持って帰ると、はい、そういうのもね、こういうこともあるんですね。あるんですね。もしかしたら海外であるかもしれないですけど、日本ではまあもちろん初めてということですね。いや、海外では逆にないと思う。あ、はい、まあ、今回その戦前で言うと、まあ、井岡チャンピオンがフランコが前に出るっていう中でもいなして技術で圧倒するのかなっていう意見もあったんですが、今回試合を見ているとフランコのパワーであったり手数っていうのがすごかったかなと。うん、まあ、相手のペースにもう完全にはまってるって感じだけど、なぜ井岡も前に出ていかないのかっていうことなんでね。はい、イメージなんですよ。イメージが良くないのね。うん、あのいつものペースだと思いますけどね。うん、うん、ガードを固めてね、カウンターを打っていくとかね、うん、そういうボクシングはしてると思うんだけど、実際ただまあこの井岡チャンピオンの技術っていうのもあれだったんですけど、はい、フランコ側の技術も具志堅さんすごい良かったと。いや、あのガードの上からやっぱ左から行くでしょ必ず。これはもうボクシングに基本っていうか、はい、しっかり教えて実行してますね。はい、でやっぱり1回に当たったら3球を打っていってるんですよね、まとめてね。はい、やっぱりあれはもう井岡があのガードが良かったからね。うん、終盤まで行ったかもしれないけど、普通の選手だったらもったいない。うん、倒されます。はい、フランコのまあパワー以外のその左手の使い方であったりっていうところも、まあ、WBA のチャンピオンとしてさすがだったと。すごいね、うん、メキシコ系ですから独特のやっぱりスタミナもあるし、手数もよく出たなっていう感じしますね。はい、逆に井岡チャンピオンの方の出来の方はどうでしたか。いや、あのいつものペースだと思うんですよ、仕上がりも。うん、ただやっぱりパンチは出さなくちゃいけないじゃない、ボクシングってスポーツは数が少ないんですよ、パンチを打つか、数が。やっぱり軽量級だから、たくさんパンチも打たなくちゃいけないと思うんですけど、うん、守りに、まあ、入りすぎるっていうか、まあ、これがもう井岡の独特のボクシングだと思うんだけど、具志堅さんから見て、パンチは出せなかったというよりは、井岡さんのスタイル的にあまり出さないスタイル。いや、だから、あの、ロープにやっぱり下がるっていうのが良くなくて、やっぱり前に出なくちゃ。で、あの下がったら前に出たり、いろいろ変化もつけなくちゃいけないけど、
1ラウンドこれ10ラウンドまで全部同じペース同じボクシングじゃないですか。ある時はやっぱりあの攻撃したり、ある時はやっぱり足を使ったり、ボクシングを変えていかなくちゃいけないと思うんだけど、ずっと最後まで同じようなスタイルっていうか同じボクシングを通してるんだけど、これじゃやっぱ相手がやっぱりペースは相手の方が有利ですよ。やっぱりあの押してるから、はい、もうボディを徹底的に打つとかね、うん、したら相手はどっかでやっぱり弱っちゃうんですよ。やっぱりボディが効いて、そのやっぱ打つ作戦も あってもよかったかなって感じなんだけどね。ボディは臨床で言うと1ラウンドから井岡チャンピオンはボディを攻めていくのかなと思ったんですが、そうですね、なかなか、まあ、中盤以降あの相手のフランコもかなりガードがうまかったかなと。うまいし、はい、やっぱり相手は逃げないでずっとロープに追い込んでいくっていうか、はい、じわじわっていうのは、その辺がまあ井岡もやりづらかったのか噛み合わなかったのか、はい、でまた意外とタフですよ相手も。10年ラウンドまで諦めなかったね。そうですね、はい、相手選手のスタミナっていうのもすごかったですね、うん、そういうのもやっぱり作戦だと思うんだけどね。相手はねタフで一発で倒すボクシングじゃない、俺はしつこく最後まで戦うんだっていう多分スタイルで戦ってるからそうなると思うんですよね。だけど井岡もいろいろ作戦もあったと思うんだけど、もっとしつこく徹底的に中盤から手出すのも良かったんじゃないかな。そうですね、まあ、大晦日最後ボクシング締めくくりなんですが、うん、まあ、ここですっきり統一といかなかったので、うん、井岡チャンピオンもしかしたらまた再戦の可能性もあるのかなと。うん、あの今日の試合の戦いを見たらなかなかあの再戦は難しいと思うんですよ。なるほど、すぐもう1位の指名試合ということは中谷さんがやると、はい、そういう条件かもしれんけど、はい、そうですね、もしこの試合井岡チャンピオン勝っていたら、うん、エストラーダと試合をするということで WBO 返上という可能性もあるしね、ありましたが、うん、それはまあ統一戦というのはなくなり指名試合になりそうですかね。そうですね、あの WBO が指名するかだよ、あの何月までやりなさいと、はい、あと入札もあるのかな、はい、うん、そうなった場合具志堅さん、まあ、日本人対決ということで今回の井岡チャンピオンの試合を見て改めて中谷 VS 井岡どうなると思いますか。いや、いい試合になると思いますよ、うん、まあ、井岡としてもやりやすいとは思うけどね、はい、ただやっぱり、井岡もチャンピオンもこのガードの硬さがあるからそんなに簡単にはもらわないと思うんですよね。逆に井岡の方が前へ出ていく可能性も高いし、今回はなんで前に出ていかなかったのかな。いつもこう相手に押されていたような気がするけど、まあ、噛み合わなかったんでしょうね。フランコがバンタム級から下げてきている体格の差っていうのはあまり関係ないですか。いや、やっぱパワーはあったと思いますよ、はい、あの井岡も思いっきり打ったパンチもあったんだけど、なかなかやっぱり相手もタフだ、うん、まあ、あのお互いの力を出してるから、うん、それを10ラウンドまで行ったんじゃないですか、うん、ただ判定には問題が出てくるような気がするけど、うん、そうですね、まあ、12月31日、うん、最後までボクシング話題が書かないことになりましたね、はい、具志堅さん、はい、12月31日まで撮影お疲れ様でした。お疲れ様です。あっという間だったね、はい、今年1年もね、はい、はい、いやいや、また来年楽しみだ。そうです ね、もしかしたら話題の日本人対決も見れるかもしれないので、いいですね、はい、うん、どんどんやっていけばいいじゃないですか。あのチャンピオンもいるし、みんな力持ってるから、はい、それをお互い同士戦やれば見ますよみんな、はい、いやいや本当に、今年もいい試合見せていただきました。ありがとうございます。来年もよろしくお願いいたします。じゃあ具志堅用高ネクストチャレンジも応援してください。登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。